東西南北僕北シャン、はい、ということで皆さん今日はですねもう朗報ですよ、ホグ使いの皆さん。はい、まあということで、あのシーズンが終わってね、アップデートが来て、あのトリトンがね下放されてちょっとね緊急できなくなったらしいんですよね。これでまあ一応ね、あの検証しといたんで、まあ一応ね、まあ知ってる方もちょっといるかもしれないですけど、まあ昨日なんか夜ツイッターでなんかね、そういうのがなんか結構流行ってて、流行ってるっていうか、なんかあのツイッターで数秒だけ載せてるみたいな、ほぼ緊急できひんくなったみたいな感じであったんで、ちょっと一応ねやっといたんですけど、なんかね、あの外回りとか内回りできなくて、なんかね結構あの内側やってできるらしいですね。でもこんな感じでいつも通りにホグ出してたらね、キングキッドできないですね。いつも通りにやってたらまあキングキッドできないんで、まあ、これはねもうホグ使いからしたらもう情報じゃないんじゃないかっていう感じですね。そうですね。あとなんかあのロイジョイもね、確かねあのキングキッドできなかったですね。ロイジョイも一応試したんですけど、なんかできなかったですね。この次かな、この次、あのね、なんかいろいろちょっとあれでしたね。でもゴレとかなんかできるんかな、ゴレとか多分できると思うんですけど、こんな感じ釣れなかったんですよね、ロイジャイもね。まあというところで、まあそうですね。あ、ちなみにこのあれですね、あのやってくれた方はこのクエイカホグ使ってる方ですね。あの前回結構、前回じゃない、結構前に動画で紹介したと思うんですよ。多分見覚えある人は見覚えありますね、あのクエイカホグ使ってる方です。まあということで今日はね、はい、ホグがねちょっと参るかもしれないっていうことなんで、まあいろんなホグデッキを使ってね、まあやっていきたいと思います。26と、まあやっぱ俺といえばクエイカホグなんでね、で前シーズンちょっと使ってたクエイカホグもね、まあちょっと紹介しようかなっていう感じで、まああの前シーズンこれ使ってたの正直全然上がらなかったですね。まあなんかまあモチベもなかったわ、まあ時間もなかったわみたいな感じで、もう本当に全然やってなかったですね。まあ一応見とくんですけど、まあやばいですね、本当に全然やってなかったですね。なんかしかもシーズン1日前が帰国で、でその前が試合やったんで、もう正直ねもう疲れ切ってましたね。はいまあまあまあ、でしかもね環境変わるから別にやってもなんか意味あるみたいな感じで、ちょっとねあのそんな感じでやらなかったですね、正直。まあ言い訳っちゃ言うかもしれないですけど、まだただただめんどくさかったですね。はいでちょっと数戦やって、これ上がりそうだったらやろうかなと思ったんですけど、ちょっと数戦やってね勝てなかったんで、ああもういいわと思ってねやめました。はい、まあということで、まあやっていきますか。ちょっとねこれはちょっと嬉しいんじゃないですかね、割とトリトンのせいで、うおーい、なんかあれっすね、なんかミラーボールくるくる回っておますね。なんかここクラブかいうぐらい回ってますね。まあとりあえずショテホグいっちゃいますか。いやでも待とうか。いやこれはショテホグいっちゃいます。これはねルート強度しようか一応。よいしょ、アイゴレちょっと出しからね、あのなんかアイゴレ押し出すようにやったらね、はい、左回りに行ってキング起動できなくなるんですよね。オッケーですね。いや待って、オッケーじゃないじゃん、オッケーじゃないよ。あこれアイスピ左でいいな、これアイスピ左でいいな。あの目がごどうすんのや言うて、まあこれはちょっと大砲なかったんで、ちょっと回してからねちょっと行っちゃいますか。やめて、やめて、お願い。いい感じになって、いい感じになって。待って、あれきつい、コウモリエグいて、え、コウモリ、え、えぐくね、やば、いやコウモリで、え、2000、いや2000、いやもうえぐ、いやコウモリやばくないですか普通に。いやちょっと、まあ落とされてないんでいいんですけど、とりあえずねあのホグ出して、オーマイグッネス、まあ相手捨ててくるんじゃないですけど、対応してきた。これアイグレちょっと貴重なんで、クローンなんでね、後ろから出してあげてアイグレを回す感じで、あーなるほど、これはまあ多分こっちにあったら多分寄ると思うんですよね、多分寄ると思うんで、あのスケバレはね。やばかったらフェーブ打ちます。お願い。本当にお願い。もうタワー落とされなきゃいい。全然いい。コウモリ強いな。ちょっと、やだよ。まあ、2-1見ましょうか。ちょっと2-1見ますか。じゃあ。ちょっと2-1見る感じでね、いきますか。はいはいはい。まあ多分ランバーかな。え？マジ？捨てっすね。はい。
まあそういうことっすよね。はい、やばい、ちょ待って、これ落とされたやばいんだけど、マジでこれ落とされたシャレならん、本当に。これも相手クローンかけますよ言うてるよこんなん。やばい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 、本当にやばい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 。いやもうおかしくね、クローン強すぎかって。いやでもそれは甘えた。これはねキング寄ってくるんで大丈夫っすね。はい、こんな感じでやってあげて、あとこれ右にあったらワンチャン来るんじゃねっていう。まあでもアイスピード止めて時間的に多分間に合わないんで。ちょっとびっくりした。いやゴレクロとかめっちゃ久しぶりに当たったんだけど、なんか久しぶりすぎてちょっと怖かったっすって。まあ、あんなん正直守れないっすって。守れないよ多分、正直あんなクローンされたら守れないっすよ、ね、多分。じゃあまあこれでいきます、次はね。はい、正直あれは守れんと思うよ、あんな固められたらね。いやもうしゃあねえ、だって右のロッコス無視されてんねんから、アイゴルホーク無視されてるから、まあしょうがないっすね。まあでもタワー交換と思えばね、まあ美味しいんじゃないですかね。こっちだって左削れてたからね。オッケー、まあいや、これ雪玉でよかったな、雪玉でよかったな、これ。これラバやったら俺どうするんっていう。雪玉、ポイズンやから、ワンチャン、ジャイとか。なんかようわかんないんで、ガゴでポイズンって、あ、わかりました。あれっすね。何やったっけ、ペッカっすね、ペッカ。ペッカなの、多分これどうする、ペッカ受けしくんかな、これ。殺言しようだよねってことなんで、ここはテスラでね様子見してあげて、えい、いけ、もっと削れ、えい、いや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 、へっ、ひゅっってしてあげて、オッケーオッケーオッケー。でこれでちょっとこのスケがいることによってペッカ出しづらいんですよね。じゃあ一発入る、これ、あオッケーオッケー、一発入るんやったらいい。でこれはタゲ取ってからアイスピネで固めてあげていい感じにしましょう。で雪玉で切ってあげて、今バラキで切っちゃうとね、あの陸受けなくなっちゃうんで OK です。今だったらいいっすね全然。待って、ここスケ切ったら逆サイユの来た、これちょっと渋いっすね。まださすがにしてこないと、僕は読んでのあれやったんで、みんなね、はいはい。まあこれはね逆サイユで飛ばしてあげて、ゴースとかユノで受けてきますね。 OK、 ユノでしたね。テスラで守るかどうかなんですよね、これ正直。寄って、オーケーオーケーオーケー。でマスキーもこっち来て、お前バカ野郎、お前こっち来いよ言うとる、お前、あれ、よっしゃ、オッケー。でこれで相手ね、エリキとガゴしかいないんで、これ多分しんどいはずなんですけど、ここにバチクリ決めていってあげて、はい。でこんな感じでね、はい、処理してくれたら美味しい。あ、んじゃあこっちで打ってよかったですね。あのガゴ側でもよかったかもしれないですね、もしかすると。なんやこのあれ言うて、それはちょっとやっちゃってるんじゃないですか。ガゴ切った後にそれはちょっとやっちゃってるんじゃないですか。これ絶対止まんねえよ、どうやって止めるんすか言って、止められました。秘宝、あ、だやばいやばい、あ、危ない危ない危ない、ちょっとミスった、めっちゃミスってる。待って、このガゴめっちゃ鬱陶しい。ちょっと助けて、誰かこのガゴ助けて。あ、オッケー、まあ落ち着けと。まあ落ち着けと、まだ。俺昔やったら余裕で勝てたんやけどね、ペッカ。カーピに勝ってるんで、ペッカはね、多分勝てると思うんで、オッケーっす。やりました、それは。オッケーオッケー、これはバルキリーの、あの、はい、範囲攻撃がマッチョって言ってね。範囲攻撃最強かって言うて。これはテスラが処理してくるんで美味しいですね。 OK ですね、はい。でも全てもうね、あの こいつから始めればもう受けから入れるんで最強っすね。中来たらもう逆サイ飛ばしとけばいいみたいな、とりあえずね逆サイ飛ばしとけみたいな感じなんで。あ、それスケが竹変わるやつっすね。 OK ですね、竹変わるやつっすね、はい。これがおしゃんな受け方っすね。あー、よいしょ、あー、よいしょ。で、あい、ポイズン切ってくると、さすがにでもやりすぎちゃうか、さすがにちょっとやりすぎちゃうか、さすがにちょっとやりすぎちゃいますか言って、 OK です、 OK です、 OK です、はいはい、980なんで、ああ、もう焦った、もうあいつ焦った、もうこんなん、もう、うん、かわいい、
相手日本人やった。日本人じゃないよね、多分日本人じゃないよな、これ。多分日本人じゃないんで、多分大丈夫っすね。知らんけどね。トレハンにいるけど、外国人ってたまにあるもんね。これ、竹が立ってるんで、あ、やっちゃった。ちょ、待って、やばい。負け筋引いた。ケンツが言う、負け筋。ちょ、待って。落ち続けと。まあ、ユーティピックはここまで削れたらね、美味しいんで、はい。いける?あ、OK。もう今度の生き玉かましていったらね、もう2発ぐらい入れてくれるんで、ほんまかいな言うてね。全然相手一発やないか言う。まあ、クエイクの終わりなんでね、いいですね。OK です。はい、勝てました。まあ、ピッカーで多分ね、比較的いいんじゃないかと思います。なんか、僕がやった時もね、僕がこの14位取ったデッキなんですけど、14位取った時もね、ペッカーその日に4回ぐらい当たったんですけど、4回とも勝ってたんでね。ただペッカーいけますね。なテスラが強いですね。はい、まあ、トリックアウトで、こっちいきますか。よし、頑張りましょうか。ちょっとね、もう本当に実家の安心感やばすぎてやばいですね。ちょっと昨日ミラティブするってちょっとできなかったのがちょっと後悔ですね。いや、知ってる方やったら分かるかもしれないですけど、ツイッターで言ってたんですよね、ちょっとね。いや、ちょっと久しぶりにちょっとしたいな。最近全然ミラティブしなかったんで、うわ、え、ちょっと待って、ファルチョブルのこれ、え、待って、おー、よかった。あー、OK。3発、おっけ、おいしい。いやー、これどうやって受けよう。バルキー咲くか。まあ、いっか。マスケでも分かったんですけど、ちょっとね、渋いんで。待って。なるほど。あれか、何やったっけ、あれか何やったっけ。じゃあ、待って。思い出せ。あれや。ジャイっすね。多分ジャイっすね。ぽい、ジャイの感じがする、香りがする。とりあえず飛ばしとくか、暇なんでね。飛ばしてきて、ミニペッカ切った後やったんで OK っすね。エレキマスケ入ってんの、これ。雪玉でね、完封できるんですよね、実はね。はい、こんなエレキが殴るタイミングでやって、あー、ごめん、一発入った、ごめん。あ、やばい、二発入って、もうだ、やばい。あ、ちょっと待って、ボブトンずれた、やばい。ちょっと待って、落ち着けよ。大丈夫。またこの位置マスキーにしばかれる。ちょっと待って、どうしよう。この位置マスキーにしばかれるんですけど、オッケー、正常位置に出してきましたね。で、ここに出すと、相手ね、多分ね、あれ出してくるんですよ、ディガー。なるほど。それはでも、やりすぎなんちゃうん、それ。割とやりすぎじゃね。で、右に対応してきたら、僕、左行きます。虫？あー、なるほど。いや、それはちょっとうまいけど、ちょっとうまいっすね。とりあえず、はい、OK。 え、ますか。寒風さんするやん、すぐ。そうやってこワンチャンミニペの攻撃とか入ったりする。あぶねー、マジで。もう本当に怖い。オッケー、もう先に切ってくれるのはもう潔いですね。これもアーチャーで頑張りたいですね。で、その間に逆サイ飛ばして、たミニピ来るんで、もうねじ込む感じで行ってあげて、これ傷つけたくないんで、できればね、できれば、はい、ミニピ切った後なんで、これはちょっとないって苦しいはずなんで、オッケー。ディガー切ったらもう美味しいです。ディガー切ったらもう終わりですよ。これマスケから勝ち組んであげて、そんなやってる暇ないんちゃうか言うて、いや、待って、ホグが全然回らんかった、思ったよりホグが回らんかったっていう話していい。オッケー、いける、いけ、よいしょ、よいしょー、OK ですね。はい。まあ。これちょっとね、僕前シーズン作ったんですよ、デッキをね。ちょっとこれ強いんじゃないかと思ってるんですけど、個人的にね。まあ、落ち着けという感じで、はい。まあ、どうする？ラスト、いっとく？今、何分ぐらい取れてんの、これ。何分ぐらい取れてんのやろ。見とこ、一応。14分。どうしようかな。一戦だけ、ちょっと26で気持ちよくなるか。一戦だけ26で、ちょっと気持ちよくなりますね、ほんまに。ごめんなさい。ちょっと行かせてください。はい。まあ、OK っすって。よし。
まあまあこういう時言ったらまあ英語で聞くしかないですね、正直ね。まあ、うん、そうですね、アイゴレ切って、あ、ホグか、アイゴレ、おー、ミニペホグっすかねこれ。いや、なんかすることないんで、とりあえずホグ飛ばしといて、ウッドも飛ばしといてね、多分ミニペホグやと思うんで、いい感じにやってあげたら、あー、うまいっすね、アイテム。ほっほっ、え、違う、あーあああああ、あれあれや、ロイホグや、そや、待て、おい、お前、ギョウさん連れてきて、お前、ギョウさん、そんなん連れてくんなって、お前。あ、オーケー、まあ、しゃあねえよ、もうこんなん。とりあえず、多分、コウモリ来るんで、はい、そうっすね、コウモリっすね。まあ、一発入ればいいかな。まあ、今どうなんやろ、逆水ホグのアイスピの方が相手からしたらうざいんかな、うざいよね多分、今の逆水か、ふんじゃ、いや、今の逆水ホグでしたね、逆水ホグのアイスピの方が多分相手うざかったよね、多分。こっちも対応せなあかんし、こっちだってアイゴレ切ったらこのアイスピ止めれんもんね。やったかもしれん、もしかしたら今の逆水やったかもしれない。とりあえずね、一応ね、プリン警戒しておいてあげて、これ多分受けていく。まあ、いつでもね、はい、まあ、いけますよっていう準備はしときましょう。おー、出してこない。かえってファイブを打ったばっかや。ごめん。なんもない。回ってきた。まあ、ウッドで返してあげて。これは行くべきなんかな。いや、でも、まあ、いっか。こいつをね、仕事させるっていう、あれでは。もう一発。あー、なるほど。待って、めっちゃずれた。やばい。まあまあまあ言うてね。まあ言うて。いや、ちょ、これミニペを吹っ飛ばす感じで、うまいっすね、相手。相手うまいっすね、これ。で、ウッド切ったんで、まあこれはね、大丈夫なんで、OK っすね。アイゴロホグしちゃって、これはね、左は、これで押さえてあげて、なるほど。いや、うまい。うまい。これ回転でずらすしかないよな、正直。オッケー。おいしい。もう正直おいしい。もうそんな攻め大丈夫。全然大丈夫。で、ミニペでしょ？一発入るんで、OK ですね。で、これはウッドで殺してあげて。なるほど。うまい。俺はもう必死に延命するからな。お前てろよ言うて。で、コウモリなんで、OK ですね。一発入りますね。コウモリなんでね。もう一発？ああ、さすがに？まあ。これはちょっと、エリア溢れちゃうんですけど、おー、なるほど。で、なんかファイブとか打ってきた瞬間に、まあ行くのがあれなんですけど、打ってくると思ったんですけど、今打ってこなかったっすね。もしかすると。アイスピック、ケッて固めてあげて、OK ですね。で、あ、今あれ切ったんで、あ、まあこれ切っちゃっていいか。まあプリンめんどくさいんですけど、まあ言うてなんで切っていいっすね。はい。で、ここで2周目っすね。はい。で、あれはこれでね、はい、殺してあげて、オッケー、いけ、飛べ。あはー、うちのアイスピ全然あかへんやん。俺のアイスピ全然飼育されてへん、クソ。まあ、落ち着け、いける、オッケー。もうこれもね、アイゴレホグしちゃってもいいっすよ、もう。あげっすね。あ、なるほど。もうそんなんしたらね、もうあのケツから組みますよってね。もうファイブを防衛で使ったらね、もう回すけちゃん、もう生き生きしちゃってる、もう。なるほど。あはー、今いい感じに釣れてたのに、いい感じに釣れてたのに。さすがに一発も入らへん。マジで。いや、もうちょっと待って、頑張れ。オッケー。よいしょ。入らへん。待って。お続け。まだ相手は勝ち筋があるから、ちょっと待って。ここ守ればね、正直勝ちなんで、OK ですね。はい。コウモリさえ入れなければ。オッケー。はい。これ、ジャックルーで決めてあげて、フィニッシュですね。よし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 。いい感じですね。はい。
まあいやどうなんですかね、まあ26が参るかどうかわかんないですけど、ホグは明らかな、まあ、情報なんで、まあ、ホグはねちょっとね、あの全然使えると思いますね、あの前よりか全然本当に。まあ、ただちょっとファルチェが増えて、だからね、あのマスケがちょっと必須になってくるかもしれないですね。あのファルチェに対してやっぱマスケが強いんでね、あのシュパシュパできるんで、まあ、それが、あでもファルチェも射程長くなったんか、いやまあちょっと試しつつですね、まあとりあえず、まあ、トリトンに関してちょっとね情報なんで、トリトンが使われなくなる可能性もあるし、まあ使われてもまあ言うてなん大丈夫なんで、まあだから割とありなんじゃないかっていう感じですね。まあ26がどうかわかんないですけどね、まあでもぼちぼちねまたね使っていこうと思います。はい、サバーカの方ではねまあ全然使っていくんでね、まあ本若もちょっと様子見てね、はい、使っていきたいと思います。はい、ということで今日の動画はねここら辺にしときたいと思います。はい、ということで、そうですね、この動画良かったらチャンネル登録と高評価とグッドボタンよろしくお願いします。はい、ということでお疲れ様でした。